Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Valkyria Chronicles. Wir sind in Kapitel 3 und ich sage jetzt schon mal, dass diese Folge nicht wirklich viel Gameplay enthalten wird, sondern nur Cutscenes. Ich habe nämlich schon mal aufgenommen und da ist das einfach Valkyria Chronicles abgeschmiert. Ja, das ist nicht so schön. Ich weiß, dass am Ende, dass ich ab der zweiten Seite kommt, glaube ich, eine Sache, die ein bisschen Zeit beanspruchen muss. Ist ein bisschen her, als die Aufnahme verkackt ist. 2 Monate. Mäh. Aber ich würde sagen, fangen wir einfach an. Ich habe hier nichts zu tun. Ihr schaut euch nur die Cutscenes an. Die Story ist ja auch wichtig. Und ich bin immer ruhig. Go, go. Yay.西暦1935年3月、帝国はガリア公国東部国境を越え侵攻を開始。帝国軍ガリア侵攻部隊総司令官のマクシミリアンは、独自の軍事思想から戦車主体の機甲師団を編成し、ギルランダイオ要塞をはじめとするガリア東部の重要拠点を次々と制圧していった。侵攻の対象とされたブルールもわずか2時間で陥落。ウェルキンをはじめとするブルールの住民たちはガリア公国の首都ランドグリーズへと避難した。ガリア公国の首都ランドグリーズ、古くから城塞都市として栄えた町である。ユニコーンにも例えられるランドグリーズ城にはガリア公国元首コーデリア姫が住まう。中立を国是とするガリア公国では国民開兵制度と呼ばれる制度が定められていた。この制度では各教育機関での軍事訓練を単位科目として義務付けており、有事の際には一般市民が義勇軍として招集されるのだ。帝国との争いが激化した今、ウェルキンとアリシアもその例に漏れず義勇軍に配属される運びとなった。今日からここが僕の部屋か。お、これが軍服だな。出頭する前に着替えておかないとな。よし、準備をするか。照明弾に双眼鏡、それにコンパスと地図か。作戦行動に必要なものは一通り揃ってるな。ウェルキン、入ってもいい？ああ、どうぞ。ウェルキンも着替え終わったんだ。よく似合ってる。かっこいいよ。ねえ、私はどうかな？新しい軍服、似合ってる？そうだな。うん、よく似合ってる。すごく着慣れている感じがするな。本当に？無理して言ってない？無理なんかしてないさ。凛々しくてすごくいいと思う。よかった。似合っているかどうか不安だったんだ。特に腰のあたりの装甲とか甲虫類の外骨格みたいでかっこいいよ。甲虫類って虫？
キン。虫みたいって言われて喜ぶ女の子っていると思う？え？甲虫類だよ、カブトムシだよ、虫の王者だよ。嬉しく。わかったわ。ウェルキンらしい褒め言葉として素直に受け取っておきますか。そういえばそのスカーフずっとかぶっているね。これパン屋で働いていた時のスカーフなんだ。へえ、そうだったんだ。今は軍隊にいるけど、パン屋で頑張った気持ちを忘れたくなくて。また働ける時までつけていようって決めたんだ。そっか。アリシアがまたパン屋で働き始めたら買いに行くよ。あら、約束よ。焼きたてのパンをたくさん食べさせてあげるね。ああ、約束するよ。よし、準備も終わったし、中隊長のところへ出頭しようか。Boah, wurde ja mal Zeit. Mein Gott, hat ganz schön lange gedauert. Tja, weiter geht's. Go, go, go. Heidi, na sei. Kusre, ich mach's. Honjitz, zukete, Giyugun ni Haizuku ni narimashita. Welkin Günther des. Onajiku.本日付で義勇軍に配属になりました。アリシア・メルキオットです。私はエレノア・バーロットだ。義勇軍中隊の隊長にあたる。ウェルキン・ギュンターを少尉とし、第7小隊の隊長をしてもらう。はっ。アリシア・メルキオットは軍曹とし、少尉好きの下士官として彼の補佐を任せる。はっ。まさかとは思っていたが、やっぱりウェルキンじゃないか。ファルディオ、君も義勇軍に配属されたのか。ああ、本格的に帝国との戦争が始まったからな。士官候補者は次々と配属されている。二人は知り合い？はい、こいつとは同じ大学の同級生なんですよ。こいつは自然科学、俺は考古学専攻です。しかし驚いた。ちょっと前まで学友だったのに、今日からは戦友になるってわけだ。そうだね、よろしく頼むよ。お、あなたたちにはこの後作戦会議に参加してもらう。会議の開始までにはまだ時間があるな。ランドグリーズ市内や軍施設の中には今後あなたたちが世話になる場所も多いはずだ。見回ってくるといいだろう。作戦会議の時間になったら各自作戦本部へと帰還するように。以上、解散。So, Freunde, das war's mit der Folge. Hier werden wir dieses ganze Menü werden wir in der nächsten Folge erkunden. Und wahrscheinlich auch nur in dieser, wahrscheinlich wirklich nur in der nächsten Folge. Weil das auch wieder eine ganze Weile dauern kann, wie ich meine erste Aufnahme herausgefunden habe. Also, ja. Ich hoffe, das Audio war wieder nicht zu laut. Kann ja mal passieren. Ja. Das war eine Folge.Ciao, ciao und bye bye, sagt der Moritz von THQ Games. Tschüss.